じゃあ、ハーブ先生のクラスの400番のスピーチコンテスト です。はい、よろしくお願いします。はい、マレットさん、どうぞ。じゃあ、皆さん、こんにちは。私はリビー・マレットと申します。物理学と日本語を専攻している2年生です。家族では、父と母は2人とも工学者です。父は原子核工学者で、母は化学工学者です。でも家族では工学を専門している人は父と母だけでなく、父の家族ではおじも、おじの家内も、もう一人のおじも工学者です。そして母の家族ではおじも工学者です。今、いとこと姉も工学者になるために勉強しています。これら の工学を勉強した人たちはみんなRPI という大学へ行きました。私は家族と違う道を歩くために高校に入るとき工学を勉強しないで絶対 RPI 行かないように自分に約束しました。今までその約束 の RPI 行かない部分ができましたが、その工学者を工学を勉強しない部分ができないと思います。それは父のおかげだと思います。8歳の時にいろいろな不合理な恐れることはいっぱいありました。ブラックホールに殺されることやコンピューターのウイルスで病気になってしまうことや宇宙が絶えずに広がっていることなどが特に怖かったです。ある夜寝ている間息が止まることを気にしていて寝られませんでした。遅い時間でも電気がまだついていたので父は私がどうしているかと思い部屋に入りました。そして泣き声で息が止まる恐れを説明しました。実験しようって父が答えました。息を抑えて少なくても出さないようにねって言う通り私が息を抑えてだんだん顔が赤くなりました。そして45秒ぐらいが経つと息が急に出ました。なんで抑えていないの、息しても良いように言わなかっただろうって父が聞いてそれ以上抑えられないって答えました。そして父がほらって言いました。父はそういう人です。質問を聞いたら簡単に説明しなくて父と同じ年の人と話しているように説明します。例えばある明るい冬の日に2人で車に乗っていて雪のキラキラにキラキラに光っていることをうっとりしながらそのキラキラには色が見えることに気がついてそれをどうしてだろうと父に聞きました。そして父が光子と光子の波のことを複雑に説明し始めました。その時まだ14歳だったのでこの光子っていう言葉がほとんど分からなかったので父の言ってる言葉が全部頭の中に混じってすぐ疲れてきました。でもこの光子っていう言葉が分かれば科学の先生によく知ってるように見えるかもしれないと思って分かるようになるために頑張りました。これで物理についてのことに興味が増えてきました。したがって最初にあった興味は科学など数学科学や数学などが好きという興味でなく技術的な言葉が使いたくて頭が良さそうになりたいっていうのが目当てでしたでも物理の勉強は始まってから父の目で私が分かるはずのものが増えてきたので説明がもっと難しくなりました。この夏マニュアルシフトの車の使い方を習ってみました。私が車の機関やピストンやガソリンなどがどうやってつながっているかよくわからないしギアシフトをしたら車の中に何をするかもわかりませんが
運転するときに父に次何したらいいと聞いて、父が各運動量を考えてって答えました。この時にどうやって各運動量を使えるかなと思いながらインストールしてしまって、車が道の真ん中に止まってしまいました。その時に各運動量を考えてっていう答えで慌てましたが、父が各運動量が分かるから運転するのが上手で羨ましかったです。私も各運動量や運動の法則や力やエネルギーが分かれば、私もマニュアルシフトの車の使い方ができて、壊れたテーブルや本棚や家にある管を自分で直せればいいねと思いました。したがって周りにあるものの仕組みを分かるように挑戦して、そのものを操るために物理を勉強して、また将来に工学を勉強するつもりです。その好奇心のもとは父です。